山本周五郎サブ。4-3。英二がもう起きる様子のないことを認めてから、お信は小座敷を出て行き、かいまきを持って戻ると、英二の体へそっとかけてやった。信子か。英二は目を開いていた。迷惑をかけてすまなかったな。A さんがこんなになるなんて嫌いよ。だろうとも、てめえでもてめえが嫌いになった。勘弁してくれ。一体どうしたっていうの？15日の日に酔っ払ってまた来ると言って出てったっきり、からっ風に飛ばされた枯葉みたいに音沙汰なし。その挙句、サブちゃんに背負われてくるなんて、あんまりだらしがないじゃないの。しっかりしてよ。もっとやっつけてくれ。エイジは目をつむりながら言った。なんとでも言ってくれ。ほら、褒められようとは思っちゃいねえんだから。眠んなさいよ。眠って、覚めてっから話を聞くわ。眠れるもんか、こんな。よせったら、信子、俺の体は本当に泥まみれなんだ。そばへ寄っちゃいけねえんだよ。何が泥まみれよ。着物にちょっと土がついただけじゃないの。ちゃんと払ってあるわよ。その泥じゃねえ。女と寝たんだ。しかも好きでもなく顔も覚えていないような女たちとだ。そう言おうとしたけれども、舌が動かなかった。そんなこと忘れなさい。お信はまるで彼の告白を聞きでもしたように言った。こんな話するの初めてだけれど、私11の年に近所の六っていうやつに口を吸われたことがあるの。その時私は自分の体がすっかり汚れちゃって、一生きれいにはなれないと思って泣いたわ。いっそ死んじゃおうかとさえ思い詰めたものよ。でも5日たち10日たつうちに、だんだん気持ちが落ち着いてきて、自分の体は汚れてなんぞいない。こんなことで、汚れてたまるもんかって思うようになったわ。わずか11の子にか。六っていうやつ。ほら、この前話したでしょ。15、6からぐれ出したあげく、しまいには世間にまで成り下がっちゃったわ。俺はお信の兄だと言った、いつかのならず者のことを、英二は思い出した。じゃあ、あの時のヤクザか。今行方知れず、仲間内で何か不義理なことをして、江戸にいられなくなったらしいの。うっかり帰ってくれば、それこそのずめにされるって話よ。お信はそう言って、あやすように微笑した。どう？少しは胸が収まって。眠ってみよう、と英二が言った。水を持ってきておこうと、お信が去り、英二は目をつむった。眠れはしないだろうと思ったのに、そのまま眠ってしまったらしい。お信が来て、枕元へ水を置いていったのを、おぼろげに記憶しているだけで、人の話し声を聞きつけて目を覚ますと、部屋の中は暮れかかっていた。彼は、かいまきを剥いで眠っていたと見え、右の肩から腕がすっかり冷えているのに気づいた。もう少し寝かしておきましょう、と、お信が言っていた。幾日もろくに眠らなかったようだから。じゃあ、俺は店まで行ってこよう。サブの言うのが聞こえた。
兄たちに断っとくことがあるんだ。私、待っていたいんですけれど、と女の細い声が言った。ここにいていいでしょうか。ええ、いいわ。もうすぐに客が来て、私は手が抜けなくなるでしょう。あんたが A さんの面倒を見てくれれば助かるわ、とおのぶが言った。でも、お棚の方はいいの？ええ、かまいません。そういうふうにしてきましたから。お末だな、と A氏は思った。確かにお末の声だ。どうしてこんなところへ来たんだろう。彼はそう思いながら半身を起こし、枕元に用意してあった水差しの水を湯飲みには注がず、直に水差しの口から飲んだ。氷のように冷たい水が心よく喉を滑ると、それが鼻にまで染みるようで、続けさまにくしゃみが三つも四つも出た。おのぶが障子を開けて覗き、起きたの？と聞いた。英二は起き直って、貝巻きを肩へ引き寄せながら身震いをした。風邪をひいたんじゃないの？くしゃみなんぞして。誰か来ているようだな。ええ、と言って、おのぶは振り向いた。本町のお棚の人ですって。あなた、こっちへいらっしゃいよ。おのぶが後ろへ下がると、お末が顔を見せて会釈した。瀬戸物で作ったように、白くて冷たい、無表情な顔つきであった。今、あんどんを持ってくるわね、と言って、おのぶは去った。お帰んなさい、と英二が言った。ここはあんたの来るようなところじゃありません。お末は泣き出した。